おはようございます。また、こんにちは。また、こんばんは。これから、メッセージの時を持ちたいと思います。先ほどもですね、申し上げたんですけども、今日イザヤ牧師が、兵庫県の加古川市にある、法然イエス教会で奉仕、されておられます。そして、イザヤ牧師はですね、先週、玉名、久留米、それから島原、北九州、それから大村でも奉仕をされました。で、大村でもですね、その集会の話を聞いたんですけども、本当にこう寒い中ででも、また、寒くてですね、そして山の上にこうあるそうなんですけども、そして、何て言うか、出産間近なんですけども、それでもですね、礼拝集会に行きたいということで来られてたそうです。そして、その大村のなんかドンって言われる方もですね、なんか佐世保に用事があるって言われてたそうですけども、それでもちょっと遅れますけど来ますって言って来られたそうです。で、本当にいろんな地域でもですね、地区でも働きが進んでいます。で、先週ですね、先週というか、12月の5日からですね、10日まで、聖女から流れ出るミッションからですね、チェコチームが使わされていったんですけど、それが今週号に載っています。で、チェコチームの報告が載ってるんですけども、これはですね、プラハ教会ですね、サリー宣教師がおられるところなんですけども、私も動画で見たんですけどね、そのカリスマ礼拝でもパウロ牧師がですね、言っておられたんですけど、神様は私たちを本当に愛しておられるっていうことがずっとこう語られたんですね。で、それを全員でですね、私はもう誰よりも神様から愛されていますっていうことをですね、ずっとこう告白しておられました。で、それをですね、この日本だけじゃなくて、チェコの方でもそれをですね、ずっとこう皆さんに告白させておられたんですね、通訳を通して。で、その政界後にですね、本当に自分はもう愛されていないとこう思っていた方がですね、癒しと解放を受けましたって言ってですね、自分から名乗り出てこられたそうです。で、本当にこう、もう特にですね、こう、チェコもなんか歴史的にちょっと悲しい国だそうです。で、日本もですね、なんかこう、やはり自分は愛されてないとかですね、思っている方が結構おられてですね、この本当に自分は神様に本当に愛されて、祝福されているんだということをですね、告白していただきたいと思います。で、私もある期間ですね、本当にこうずっと否定的な言葉をですね、受けてこう育っていく中でですね、ずっと否定的な言葉をずっと聞きながらですね、育ったもんでして、それで本当に改めてですね、もう本当にあなたは私の目に高価で尊いということをですね、何度も何度も自分にですね、自分の胸に手を置いてですね、告白した期間がありました。で、その時には本当にですね、もうその言葉が自分のもう内側に染み込むまでですね、告白して、そして行った時にもう本当に涙があふれてですね、ああ本当に自分は愛されてるんだということをですね、もう確かにこう受け取ったんですね。で、そういう時をですね、ぜひ個人的にですね、持っていただきたいと思います。で、またですね、そのチェコチームの報告なんですけども、なんかこうポイントの場所ですね。で、場所とその曲があるっていうことで、それを祈りなさいということを言われたそうで、で、そのポイントの場所を祈ってですね、5箇所に行かれたそうです。で、
その路上ライブに御心があり、そのポイントの場所と曲があるっていうことが語られて、そして祈りつつ出ていたそうでなんですけども、その枯れる橋っていうところが、以前ですね、霊の戦いを行った場所だったそうですけども、そこで本当に非常にですね、神様が働かれたそうです。で、その主の十字架史上ですね、路上ライブでこんなに祝福されたその時はなかったそうです。で、非常に大勢の方がですね、聞いて、スプレンダーがいてですね、白い衣装を着てですね、そしてこう踊ったんですね。で、その曲は「God is Love」っていう曲だったんですけども、それを賛美されました。で、前回もですね、映像で見られたと思うんですけども、で、その時に本当にサリー宣教師の、ご主人がですね、本当にこのチェコにはこの曲が本当に必要だったっていうことを言われてました。で、その悲しい歴史があり、チェコ中がですね、こう悲しみに満ちているそうです、あ、するそうです、あ、しているそうです。で、その曲を歌った時に本当にこう聴衆がですね、一緒になってもうこう踊ってですね、賛美したそうです。で、本当にこう選曲っていうのは大事だなっていうことを思いました。で、本当にポイントの曲と、それから路上にはポイントの場所っていうのがありますので、それを祈って聞いてですね、ぜひどんどん出ていっていただきたいと思います。で、今週は21日にですね、教会と山里ゴスペルクラブのこの共催でですね、旧香港上海銀行で、7時からコンサートがあります。そして23日にはコンサートがありますので、皆さんもこう、このチラシをですね、非常に手頃な大きさなので勇気を持ってですね、お祈りを持って、ご自分の職場とか、家族とか友人知人にですね、ぜひ配って、信仰の一歩をですね、踏み出していただきたいと思います。で、土曜日には3時からですね、ちょっと名前を変えたんですけども、ザ・タイム・オブ・ヒーリングっていうことで、神の癒しの時っていうことで、またありますので、ぜひチャペルコンサートに来た方をですね、また癒しの方に、その集会の方にですね、誘っていただきたいなと思っています。それではですね、先ほどのメッセージ箇所なんですけども、使徒の働きの20章の19節です。私は謙遜の限りを涙をもって、またユダヤ人の陰謀によるより我が身に降りかかる数々の試練の中で主に仕えました。益になることは少しもためらわず、あなた方に知らせました。また人々の前でも家々でもあなた方を教え、ユダヤ人にもギリシャ人にも神に対する悔い改めと私たちの主イエスに対する信仰とをはっきりと主張したのです。今私は心を縛られてエルサレムに登る途中です。そこで私にどんなことが起こるのか分かりません。ということで、ここはパウロがエルサレムに神様から示されてですね、行くこう前の途中の段階なんですけども、ここで、この19節で、謙遜の限りを尽くしてあります。で、それから21節にはこう悔い改めのことが書かれていますけど、今日はですね、特に悔い改めについてお話したいと思います。で、前回ですね、第一ヨハネの一章の9節からですね、もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神様は真実で正しい方ですから、その罪を許し、そして全ての罪から私たちを清めてくださいますというところと、出エジプト記の32章からもメッセージがありました。で、この悔い改めということがですね、その信仰を使うというこの
もし信仰も行いがなかったらそれだけでは死んだものですということで、その信仰を使うということで、まず祈る、それから感謝する、それから悔い改める、それから、聞き従う、それから告白するということが語られています。で、悔い改めということが前回語られましたけど、今回もその悔い改めるということでお話したいと思います。で、この悔い改めって聞くと、そのどうしてもですね、暗いイメージになる方がいるかもしれませんけども、この悔い改めはですね、もう本当に喜びに至りますし、それから希望に至ります。神から来る悔い改めは本当にですね、こう喜びと希望が湧いてくるんですね。で、私はもう本当に長年ですね、こう教会を離れていた時期がこう随分十数年ぐらいあったんですね。で、そしてこの長崎教会に導かれてきた時ですね、本当に悔い改めが導かれたんですね。で、そしてその神学校に入ってからだったと思うんですけども、神学校に入ってからですね、ある1年間はもう本当にこれまでのそのなんか自分の中にあるもう長年抱えてきた本当にこう罪の塊みたいなのがあったんですけども、それが本当にですね、もうこう本当にその時真剣になってですね、祈らされたんですね。で、それがどうしてもこう自分の働きをこう邪魔してたために、その塊のようなものをですね、本当に神様ここに十字架の血を注いでくださいって言ってですね、祈った時期がありました。で、それはもう本当に人間の力でどうすることもできなかったんですね。っていうのは父親との関係で、父親はもう今天に召されてですね、もうニコニコしてるんですけど、もう本当に本当にそのように変えられたこと本当に感謝、もう感謝してるんですけど、かつてはもう本当にこう父親とのこうぶつかりの中で成長してですね、そしてもう罪のこう塊、握ってる塊が私自身の中にもあって、それがどうしてもですね、本当になかなか解けなかったんですね。ところがある期間、本当に悔い改めの祈りを神様お願いしますって言ってですね、祈った期間がありました。で、その時本当にあることがある、まあ、ちょっとそれはまた別の時にお話したいと思うんですけど、具体的なことがあって、そしてある人に悔い、すいませんでしたって悔い改めたんですね。その人に対しても。で、その時にもうドドドドーッとやってきてですね、精霊がやってきて、そして私の中にあったもうその塊がですね、もうその喜びともつかない、もう愛ともつかない、そしてもう真っ赤かなですね、神様の愛ともつかない、もう本当に喜びのようなものがドドーってやってきてですね、その塊がもう長年抱えてきた、もう長年ですね、その塊がもう培われてもう大きくなっていった塊がですね、ドドーっとね、流れてしまったんですね。そして私には何にももうその塊がなくなったんですね、その時。そしてもうその泣いてない、その帰る途中ですね、バスの中でも恥ずかしいんですけど、もう涙が出てですね、そしてもう恥ずかしいんですけど、もう泣きながら家に帰って、そして家に帰ってからもですね、ずっと泣き続けたんですね。そしてもう本当に心の中にあったそのわだかまりのようなものがですね、長年私を悩ましたものがですね、もう本当に流れていったんですね。でもその時の体験をですね、思うと、もう本当に悔い改めというのはもうなんか最高だというか、もう本当にですね、祝福ですね。それは本当に希望も次にですね、こう進むこう希望になりますし、力にもなります。で、そういう体験をね、何回もしたんですね。その大手術のような悔い改めがですね、3回ぐらい、1年に3回ぐらいありました。で、まだですね、この
今の自分は まだ悔い改めが必要なんですけども、でも恵みによってですね、この講談に立たせていただいています。で、先ほど言いました箇所なんですけども、パウロがですね、この宣教していく中でですね、本当にもう謙遜の限りを尽くしと書いてあります。で、本当にですね、パウロはこの20章ではもういろんな、20章じゃなかった、19章ではですね、このアルテミス神殿の、その信じてる人たちがですね、暴動を起こして、そしてもう本当に大変な目に遭ったわけなんですね。で、その中でも本当に謙遜の限りを尽くして、そして数々の試練の中で主に仕えたとあります。そしてこの益になることは少しもためらわず、人々に伝えていったわけなんですね。で、ですので、私たちも、もうとにかく福音をですね、一歩でも伝えていっていただきたいと思います。で、この悔い改めという時、180度ですね、方向転換することを、方向転換して、その自分の罪を悔い改めて、そしてイエス・キリストをですね、救い主として受け入れて信じることなんですけども、これここではこのパウロがユダヤ人にもギリシャ人にもですね、同胞であるそのユダヤ人にも、そしてギリシャ人にも、とにかく悔い改めと、それから主イエス・キリストを信じなさいっていう、その信仰をですね、はっきりと主張したとあります。ですから、この聖書の中にですね、悔い改めっていう言葉が頻繁に出てきますけど、これはとてもこの重要なことなので何度も出てくるわけなんですね。で、そのペテロも宣教するときに、まず悔い改めること、それから主イエス・キリストを信じることをですね、はっきりと証言していったんですね。このはっきりと主張したって書いてあるんですけども、これは英語ではテスティファイって言って、証したとか証言したとかいう言葉なんですけど、本当にそれをはっきりとですね、伝えていったわけです。で、ペテロもですね、やはり使徒の、開けても開けなくても結構なんですけども、使徒の2章の、38節でですね、要するにこの聖霊が初めてですね、聖霊降臨って、聖霊が初めてその人たちが集まって祈ってる時に、聖霊が望んだんですけども、その望んだところに望んでですね、そしてイエス・キリストのことをはっきりとメッセージを語るわけなんですね。で、その時にやはり言ったことも、悔い改めなさい、そしてそれぞれ罪を許していただくために、イエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさいっていうことを言っています。で、バプテスマのヨハネもやはり悔い改めなさい、天の御国が近づいたからっていうことをですね、言っています。で、最もですね、重要なことは悔い改めます。で、私はですね、今週チャペルコンサートがあるんですけど、本当にですね、自分の家族を誘いたいって思うんですけども、もう弟のことを祈っている時ですね、本当に神様の方に方向転換して、本当の意味で本人がよく分かっても分からなくても、とにかく神様の方に世からですね、方向転換して、その偶像から方向転換して、神様の方に一歩でも二歩でも近づいてほしいと願うんですけども、そのために聖霊から来る悔い改めが与えられるようにっていうですね、今祈りが導かれてるんですけども、本当にですね、皆今から誘う皆さんが誘う方々とかですね、そういう方々においても悔い改めが与えられるようにっていうことをぜひ祈っていただきたいと思います。で、これはやはり肉の力じゃなくて聖霊によるものなので、やはり祈る時に、その聖霊の悔い改めがですね、その方々に与えられます。で、
まあ、私は一番印象的なんですけども、もうかつてですね、建てられていた方が、その、悔い改めのためにですね、1時間こう祈ったそうです。で、そしたらその遺言でですね、もう悔い改めができますようにって1時間祈ったら、そのもう1時間が満ちる頃に、どーっとですね、こう悔い改めが導かれたそうです。で、本当にですね、本当のこの解放に至る、そしてまたこの癒し、心の癒しや、また肉体の癒しも、やはり悔い改めの祈りを通してですね、癒される場合があります。で、本当にこう今から救われる方だけでなくて、私たちの方にですね、まずこの悔い改めの祈りをですね、神様に本当に真の悔い改めをいただいて、そして本当に今からこう伝えていく人にですね、悔い改めが与えられるように祈っていただきたいと思います。で、福音をこの伝える側にとっても、また伝えられる側にとっても、これは本当にこう重要なことだと思います。で、なぜかというと、こう福音を伝える私たちの側がですね、ちょっと傲慢であったり、また罪を握っていたりすると、こうなんかこう言葉の端々とかですね、態度の端々でこの人々にこうつまずきを与えていったりする場合がありますので、やはりそれをですね、神様の前にこの祈っていただきたいと思います。で、特にですね、神様は私たちを通してですね、こう働きたいと願っておられますので、聖霊の管となるためにですね、ぜひそのことを祈っていただきたいと思います。で、私がですね、以前会社に勤めていた頃なんですけども、ちょっと、病院関係ではなくて、また一般のこう会社で勤めていた時だったんですけど、そこに7年間勤めていました。で、その時は私の部署以外にもたくさんの方がおられて、100人100数十人ぐらいの社員がいたと思うんですけども、そこで勤めていた時ですね、で、私の部署は2人しかいないんですね。ところが、その2人がその百数十人の方々と関わっていく仕事だったんですね。で、私ともう1人の方がいて、こう机を並べてたんですね。で、そこに社員の方がちょっと時間が空いたらですね、こう私たちの部屋にやってきて、こういろいろ話をされてました。で、もう一人の方はその話をよく聞いてくださってたんですね。で、ところがその話の内容がですね、こうどうしても、こう人のことを悪く言ったりする内容だったので、こうあんまりこう嫌だなと思ってですね、私はもうなんかこうあまりこうなんていうか、無視してた感じだったんですね。で、それが結構な期間続いてました。で、その頃はですね、私は新学生でその会社に勤めていたんですけども、で、神様はその時ですね、こう私の罪をですね、その時示されて、私の方が傲慢ですよということを示されたんですね。それで、会社の中で、その職種はですね、ちょっと暇な時間があるんですね。で、一人になる時間があったので、で、その時に、一人になった時に、神様、本当にお許しくださいって言ってですね、こう、悔い改めたんですね。すると、ルカの福音書のですね、この23章にあるわけなんですけど、イエス・キリストと、この十字架にかけられた、その強盗、極悪犯罪人がですね、十字架にかけられるまでですね、こう、イエス・キリストのことをこう悪く言ってた人がですね、本当にこの人が神様だと分かった時にですね、イエス様、あなたの御国の位にお着きになる時には私を思い出してくださいって言ってですね、そして同じようにこう罵声を浴びてる強盗に、なんていう、本当に神をもう恐れないのかって言ってですね、こうたしなめるわけなんですけども、本当にその時で、ね、自分のこう
こう罪が分かったわけなんですね。そして、イエス様はあなたの御国の作られお月になる時に私を思い出してくださいっていう、その一言でですね、イエス様が誠にあなたに告げます。あなたは今日私と共にパラダイスにいますっていう言葉をですね、かけられました。で、その言葉がですね、言葉なんですけども、その極悪犯罪人は一回も良いことはしてこなかったと思うんですね。ものすごく極刑に かけられていますので、本当にここに十字架にかけられるまで良いことは何一つしてこなかった、その極悪犯罪人がですね、本当に私を思い出してくださいっていう、その一言の祈りでですね、イエス様はその瞬間に誠にあなたに告げます、あなたは今日私と共にパラダイスにいますっていう言葉をかけられました。で、私もですね、その部屋でですね、悔い改めのお祈りをしているときに、もう神様本当に許してくださいっていうことをこうお祈りしたんですね。すると、同じ御言葉がですね、誠にあなたに告げます、あなたは今日私と共にパラダイスにいますっていうですね、この本当にその言葉が私にこう来たんですね。で、本当にこう涙を持ってこう悔い改めました。で、その時ですね、そのお部屋にこう神様の臨在がですね、もう本当に職場なのにですね、なんか部屋がものすごい明るくなったような、本当にこう臨在がですね、こう臨んだわけです。で、非常にこう明るくなったのをですね、こう覚えています。で、その後ですね、そのいつもやってきてた、もうこう悪く言ってですね、その職員の、社員さんがやってきたんですね。そして別にその職員さんに何も私は言ってなかったんですけど、職員さんの方から「ごめんね」って、私が悪いことをいっぱいあなたに言ってねって言ってですね、謝ってこられたんですね。で、いや私のこそごめんね、すいませんでしたって言ってですね、謝ったんです。そして和やかに話をすることができたんですね。で、その方がこの仕事の中で本当はですね、こう傷んでおられたんだなということをですね、その後にですね、分かったわけです。で、今度は私もその人の話をですね、この聞いてあげることができ、そして最後はですね、その、会社を退職する時なんですけど、全員に百数十名にですね、トラクトをですね、こう命のその頃はあまりトラクトが今手元になかったので、命の言葉社から買ってですね、で全員にこう配ってですね、そして会社の課長さんにも賛美の力とかですね、本をプレゼントしたり、そして雲虹をですね、いろんな男性の、いろんなこう役職についておられる方がおられて、でその方々にもそのなんていうか雲虹の本を渡したり配ってですね、そしてもっとそのトップにいる方がいるんですけど、その課長の上にトップにおられる長崎支社のですね、支社長っていう方がおられるんですけど、その支社長さんに御言葉カードっていって、信玄のあれをですね、プレゼントして、そしてこう退社したんですけども、そして各支部に行ってですね、本当にあなたは高価で尊いということをですね、各支部に行ってですね、本当一言メッセージっていうか、お別れの挨拶なんですけど、本当に皆さんは一人一人が高価で尊いんですって、どんなに営業成績が悪かろうが高かろうが もう高価ですっていうことをですね、言ってですね、退社したんですね。それで、そしてその、うちのお一人がですね、小川さんのお母さんだったんですね。そしてその後にですね、退社して随分経ってからなんですけど、小川さんのお母さんがなんか具合が悪いということだったので、面会に行ったらですね、かつての職場の 社員さんだったんですね。それで福音を伝えてですね 伝えて救われたんですけども、そんな経緯がありました。で、それはですね、本当にですね、その会社では
もう私も非常に高慢な時がありました。で、本当にですね、その中でもこの神学校に通う中でですね、いろいろこう神様から学ばされて、そして悔い改めの機会をですね、たくさんいただきました。で、今でもですね、必要なんです。今の現在進行形なんですけども、本当にですね、このパウロも、ペテロも、それからバプテスマのヨハネもですね、この悔い改めということを言っています。で、本当にですね、数々の試練の中でとありますけども、宣教していくと必ずですね、いろんなぶつかりがあります。で、妨害もあります。それでも、それも神様の許しの中で起きていますので、その試練もですね、私たちを整えて、そして清めていく、そして立て上げていくためにですね、生まれていくんですね。で、パウロはその私を通して御言葉がもうとにかく余すところなく伝えられるようにっていうことを、全ての国の人がですね、御言葉を聞くようになるためでした。で、私は獅子の口から助け出されましたということを、第二テモテで語っていますけど、とにかく自分を通して御言葉が本当に伝わるようにということを求めていました。ですので、その試練の中でですね、パウロはこの謙遜の限りを尽くしてですね、もう本当に自分の学んだこと、神様から教えられたこと、また御言葉をですね、もう益になることはためらわず人々に知らせて、人々を教えていったとあります。で、私たちの側の悔い改めと、それから今度はそのこれから救いに導こうとしている方々がに聖霊による悔い改めが与えられるようにということをですね、ぜひ乗っていただきたいと思います。で、アルゼンチンリバイバルの時ですね、一番一番望まれたのは悔い改めの祈りだったそうです。で、それがもう本当にですね、悔い改めの霊が非常に望んで、多くの人々が救われたとあります。そして、その時にですね、たくさんの予言が語られていました。で、私がものすごく印象的で今でも残っているんですけど、それはあなた方、クリスチャンなんですけど、あなた方の罪の上にその私の聖なる働きを乗せることはできないっていう予言が書かれていたんですね。で、その時本当だなって思ってですね、本当に神様の働きをお乗せするためには、本当に罪を握ったままとかではなくて、本当に悔い改めてですね、私たち自身が悔い改めて、そして神様の聖なる働きをですね、賛美の働きであろうと、インターネットの働きであろうと、またカリスマの働きであろうとですね、本当に神様の働きを私たちの上に乗せてですね、神様働かれます。で、その時に本当に私たちの側に真の悔い改めが必要となっていきます。で、黙示録のですね、9章をちょっと読むとですね、人類の3分の1は殺されたとあります。で、その黙示録の時代にですね、本当入っていこうっていうですね、もう本当にそういう気配がですね、あります。で、それを見ていくときですね、本当にまたいろんな災害がですね、この終わりの時代には許されるとありますけども、でもこれらの災害によっても残った人々が悔い改めないでこの偶像を拝み続けたっていう言葉があるんですね。でも、そういうことにならないためにですね、これからいろんな災害が許されていくとは思いますが、その中でも罪が分かって、悔い改めて、その神様のもとに、このキリストのもとにですね、立ち返ってこれるように祈っていただきたいと思います。で、それは本当に祈りによると思います。で、
例の偶像礼拝をですね、している人々はその偶像にこう縛られているとは思うんですけども、その偶像からですね、断ち切られるようにという祈りと、偶像のせいだけではなくてですね、やはりこう偶像から解放されるようにという祈りと、同時に聖霊による悔い改めが与えられるようにという祈りをですね、積み上げて祈って、そしてですね、ぜひ誘っていただきたいと思います。で、今週本当に宣教の機会がですね、皆さんに一人一人に与えられているので、ただこう祈るだけじゃなくてですね、実際にこう一歩 踏み出していただきたいと思います。で、本当それも踏み出すのにも力がいるんですけどね、本当に祈って、ぜひこのチラシをですね、先ほども言いましたけど、ぜひ配って誘っていただきたいと思います。それでは、これで、お祈りいたします。天の父様、前回に引き続き悔い改めのことを語りましたけれども、本当あなたご自身が私たちにそれも喜びに至る、希望に至る、解放に至る悔い改めを与えてください。またこれから私たちが宣教しようとしている人々にも、同じ恵みが与えられますようにお願いいたします。またこの週をのコンサート、また癒しの時を、神の癒しの時を祝福してください。永遠の命が与えられますように導いてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。それではお立ちください。ハレルヤ、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 主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一同と共に、常しえまでもありますように。これまで、礼拝を導いてくださった、イエス様に感謝したいと思います。感謝します。これで、メイン礼拝を終わりにしたいと思います。それでは、連絡をお願いいたしたいと思います。私がするのかね。あ、いいですか。感謝します。それでは、修法の内側をご覧ください。お知らせを、司会者の方でお読みいたします。12時半まで入門クラス、坂井牧師、野見山牧師、それから洗礼準備クラス、山本牧師、成長クラス、ジョイ木村牧師があります。食事をしながらでも大丈夫です。12時40分より天守公園にて路上賛美を行っております。クワイアの祈りと練習はしばらくお休みしております。また本日黙示録の学びはお休みです。2番、預言者学校は12時半より初級、12時40分より入門、日曜夜と日曜昼に中級を行います。今週いずれけ、今週、伊勢谷慶良誠牧師は10月19日夜、熊本オンライン、20日朝昼佐世保夜筑豊にて奉仕されます。本日は宝殿イエス教会に行かれております。4番、今日の御言葉は教会ホームページにて連載中です。ぜひご覧ください。
くださり、ご紹介ください。5番、今週12月21日に 教会教祭で19時より旧香港上海銀行コンサート、23日13時30分よりチャペルコンサートを行います。12月24日は15時より神の癒しの時ザ・タイム・オブ・ヒーリングを行い、19時から中高生礼拝をイブ礼拝として行います。6番、中高生礼拝を当期は毎週土曜日19時より行っております。ぜひご参加ください。来週7番、来週12月28日パウロ・秋元牧師をお招きして18時20分より預言者セミナー、19時より長崎カリスマ聖会を行います。お誘い合わせの上ぜひお越しください。8番、インターネットとの働き人を引き続き急募しております。お守りのある方は、伊沢木原牧師、酒井牧師へご連絡くださり、働きに加わってくださいますようお願いいたします。インターネット祈祷会を毎週金曜21時より行っております。9番、 PA オンライン配信機材のため